いらっしゃいませ。かしこまりました。失礼します。何頼みます？え、いいですか？すごい、冴島さん太っ腹。お疲れ様。冴島さん、どちらからいらしたんですか？月見野にはお仕事で。ああ、じゃあのんびり月見野で遊んでいけますね。うん、私仕事で神室町に行ってたことがあるんですよ。ん？はい、ちょっと稼ぎに。そうですね、やっぱりこっちよりもにぎわってて、お給料良かったし。どれ？そうですね、でも全部使っちゃいました。東京で買い物したり、クラブ行って遊んでたりしたら、稼いだお金全部吹っ飛んじゃった。本当ですか？そうか。やっぱり冴島さんもそう思います？この後、ええ、冴島さん。ああ、やっぱり。ほんなら。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。そうそう、どうさん。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃から。ん？今は普通にテレビ。多分。ひょっとして知らないってことはない。そうか。青森とか東北の人の方が。せやな。冴島さんだってな。どういう理屈。冴島さんは。ああ、やだ、ちょっと。何？私、子供。昨日たまたまテレビをつけたら心霊現象の番組やってて、おかげで今日は寝不足ですよ。
な。なんか子供の頃に見たホラー映画のお化けがとにかく怖くて、それがトラウマになってるんだと思います。映画の中ではせやな。いやだ、ちょっと言わないでくれ。おいおい、そろそろお時間となりますが、ご延長で。何頼みます？はい、ねえねえ、一緒にチョコスティックゲームしません？内緒だからね。この前大学の時のサークルの仲間に呼ばれて久々にジンパしたんですよ。ん？ジンギスカンパーティーの略。うん。現役の子たちと OB20 人くらいで集まってバーベキューしたんです。大学行くのを卒業して以来だったから懐かしくて。本当ですか？西島さんはバブ。ああ、やっぱりアウト。グラスが空ですけどどうします？ですか。すごい、西島さん太っ腹。はい、それではシャンパンタワー行ってみましょう。はあ、綺麗ですね。はい、どうもありがとうございました。拍手。おー、すごい。乾杯。乾杯。お疲れ様。そういう。そうですよ。せやな。年越しそばも。うん。おせちって大学の頃は毎年大晦日には必ず友達みんなで集まってパーティー。ちょっと寒くある。いいよ。私寒いのだ。ん？私引きこも。俺もや。ですよね。なんや。買い物はほとんどネットです。ほんなら。そうなんですよ。まったく。今朝ね。そうか。あのね。ほんなら。え？ああ。さすが。すみません。そういう、で明日こそ。
でしょ。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。冴島さん、じゃあまた後でね。いらっしゃいませ。赤く染めるで、ルージオブラブ。ゴーゴー、おい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 。Come on, baby. Woo! Say ya.Pretty face! Woo! Woo! 俺もかい。怯えのような存在。怯えてるわ。Take my heart. とても自由。All lose your love. All lose your love. Can't take my heart. 心にもね。Lose your love. Everybody say lose your love.La la 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 lose you of love.楽しかった。歌聴かせてくださいよ。バカみたい。聞いてくれ。バカみたい。
子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに、笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いお酒で見たい。ですよ。わかったわ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです、案外いい気分転換になったでしょう。たく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するならそのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今はここでこうして耐えて身を洗ってシャバの楽しいことを目いっぱい考えて、明日楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません。そうだな。ここにいるだけが俺らの人生。無期懲でもない限り俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。そうやな。あの、西島さん。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない。治療やったらもう済んだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんが。さあどこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのはババの仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、ババが直接副所長の高坂に頼んで今。え、それ本当ですか。ああ、ババのやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心。そうか。いやー、それはよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、西島。あれ、副所長だってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあババのやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に。どうだった。それはババの面談1時間以上前。なんだと。ほんならやつはど。
あんた。ああ。ほんまか。最近入った気味悪いあいつらと資材。冴島さん。冴島。ああ。あいつら。お前だ。クソ。こいつ。やりやがった。いてよ。違う、俺じゃない。どうした、こんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技を刺したんだよ。いてよ。何、ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない、俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない、俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。冴島、あんたどう思う。
いずれにせよ分からないことが多く、誰か詳しい。せやな。西島さん、けど被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな。直接馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ、でもそれだけじゃ馬場がやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんな馬場ちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。日村、せやけど馬場は、馬場を信じるならと。だが今、いや、なんだ、馬場ちゃんが刺してない、逆にあいつらが。嘘の、ええ、あれは刺された。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに良い。確かに。だが相手が、ええ、あの時刺された男はいきなりってことは、武器を奪われたという事象の否定。つなる。そうです。日村、はい、さっきから気になっていた。実は私昔ど、刑事やと。まあそれは職業、つい、いわゆるおしょ。なんで。そりゃ刑事といえ犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら。そういう
収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、なるほどな。で具体的ババよし、それ聞き込む。ああ結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、そう直接のみを見ることができたら、とはいえあの凶器なら馬場と一緒に刑務官が持って行っちまっただろうが。そうなんですよね、あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんだ。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまで行ったら最後3人揃って帳簿図法に入れられるのがさ。ほんならどうすんねん。仕方ねえ、やるか。え
盗むって。盗むって。ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から下手したら刑期。安心しな。おやさん、窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる。刑事課に配属された頃、盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。自首したんだ、60歳の誕生日に。自首？ああ、毎日サラリーマンのふりして。だからせ。だが俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰ると神。どうして。バカ野郎、そんなんじゃねえ。笑うな。盗みをやり続けた俺が。だから俺はそんな人に歴史、極道組織の大親分に伝説。本当。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、きっちり俺が刑務官。任せた。ああ、それじゃあ俺ら少しでも今釘原の証言を。わかった。
どうやった？ほんなら。ああさ、バカ。日村。いや、これでも署では切れ者で通ってたんです。で、飲みは？予想通り。134番。ああ、待ってくれ。どうした、西島？そう、なんでババに手出した？何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうな。か、とぼけんのもええ加減にせえ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ、観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに、生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。佐江島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前。だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前、クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴。佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましが、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ。何が若頭じゃ。今日
見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。ああ楽しもうぜ。何がおもろい？この勝負、俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。祭事前の復讐じゃないのか？復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、祭事タイガー、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを？お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか？俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや？得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと？一体誰の差し金や？またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか？はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。
全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほら、こっちに来い。